どうもカゲヤンです。今日はですね、脳を解にするということについてお話しさせていただきたいと思います。えー、こう日常ね生活をしているとですね、こう疲れることってありますよね。疲れることがね、えー、それで、えー、肉体的な疲れ、精神的な疲れとあると思うんですけども、肉体的な疲れというのはまあ、えー、休むと。 体を休めることによって、えー、回復すると思うんですけども精神的な疲れですねこれはねしっかりとねその取っていただくというかこう毎日そのケアをする、うん、方がいいと思いますね。結構精神的にダメージを受けるストレスがかかりすぎるとですねちょっとそれによっていろんなこう、えー、病気になったりすることもありますしそのやっぱりその。 不定腫瘍みたいな、ねえー、ことが起きることもありますし、あのー、それ回復を、ね、意識的に回復させようとする方がいいと思いますね。なんか疲れてるな疲れてんなって言ってこうこう落ち込んだ状態になるんではなくてですね、えー、回復させるでそのために、ね、脳を解にする解不,不解ってありますよねその解ですね脳を解の状態にさせてやるのがいいんじゃないかなと。でそのためにはですね、えー、五感ありますよね。 えー、視覚、聴覚、えー、触覚、嗅覚、味覚こうあると思うんです五感があると思うんですこの五感をね、えー、その快にする気持ちいいものにするというかその気分よくさせるということをするとですねあのー、脳が快になっていく でこう脳がリフレッシュされて、えー、回復するという状態になるんじゃないかなと今ちょっと僕それで色々試してるんでですそれでこう動いてると結構そういう脳が貝になるようなものっていうのがね、えー、結構潜んでるというか、えー、世の中にいろいろあってですね、えー、それをこう自分の中でこう作り上げていって。 それでこう脳を回復させること、もうほとんどお金かからない状態ですね。もうほとんど今は無料でできるんでその形でえそういう脳を回復させる状態を作るっていうのをいろいろと試しています。だからこれは人それぞれあると思うんですけども、そういうこう視点というかその脳を回復させる形を取った方がいい。そのためには五感を解にする。 気持ちよくさせる気分よくさせるという状態に持っていくとですねその回復するんじゃないかなというふうに僕は考えていますほんで今ちょっといろいろ試してみますということでですね今日は脳をいにするについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます